はいどうも、リントです。本日紹介するのは、プレイヤーイベントの時に使用させていただいた制服ドレアのご紹介です。では、早速、見ていきましょう。で、その制服を作る時なんですけれども、決め事が2つだけありまして、魔女のスーツの上とチアガールの下を使おうねという形で、作成するという風な形でした。で、それ以外は自分の好きなものを使用していいよということだったので、腕にはアラクルのバングル、アラクレバングルですね。ちょっと今噛みましたね。アラクレバングルを使用させていただいてます。まあ、これは完全に私が好きなだけなんですよね。この、ま、他のゲームの作品でいくと、ストリートファイターのチュンリーとか、その辺のね、つけているものですね。で、結構これが好きで使ってます。で、足はパンプキンのシューズを使用させていただいて、頭には何にしようかなといろいろ悩んで、スターリーキャップを私は使わせていただいてます。まあ、他の方々はね、また違うコーデを使ってたりしました。足元をブーツにしてたりだとか、うさ耳をつけていたりだとか、いろんな方がいらっしゃいました。では早速、ぐるっと一周見ていきましょう。で、私は担当の色は、その時紫を担当させていただいて、紫色にさせていただきました。まあ、色がね、紫好きっていうのもあって、紫使ってますね。よいしょ。で、魔女の上の服を着てるのでね、胸はこう大きくなってますね。ちょっとセクシーな感じになっています。で、このスターリーキャップもね、結構可愛いですよね。なので、スターリーキャップもまた違う形でドレスアップで使用させていただければなと思います。まあ、それはそれでね、ちょっと別でアップできたらなっていうふうに思っています。では本日はプレイヤーイベントで使用した制服コーディネートのご紹介でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。